最終回は背中がメインになっていきます。背中のトレーニングをしっかりやって姿勢改善をしていきましょう。はい、リバースプランク説明していきます。お尻の後ろに手をついていただいて、手のひらは肩の下に来るようにセットします。足をまっすぐ前に伸ばして体を持ち上げていきます。このままキープで30秒ほど。この時に注意していただきたいのはお尻が落ちてしまうことです。しっかり背中、お尻、もも裏を使って体を持ち上げていきます。呼吸は自然に吸って吐いてを繰り返していきましょう。次に紹介していくのはタオルラットプルダウンになります。ご自宅にあるようなこういったタオルをご用意してください。両手でしっかり握ったら上に持ち上げていきます。左右外側にしっかり引っ張っていただいてシワにならないようにしていきましょう。引っ張り続けたままゆっくり落としていきます。この時に背中が丸まったりしないように背筋を伸ばして下に落としていきます。イメージは肩甲骨を寄せるようなイメージでやっていきましょう。最後の種目はバックエクステンションになります。背骨に沿って走っている筋肉、脊柱起立筋を使っていきます。足は少し開いて自然に伸ばしていきます。手は頭の後ろで合わせていただいて、視線は床を見続けたまま、しっかり息をふーっと吐きながら上がるところまで上げていきます。息を吸って倒したら繰り返していきます。この時に注意していただきたいのは上げるのを意識しすぎて反動で上げてしまうことです。これをしてしまうと腰痛になってしまうので、しっかり息を吐きながらゆっくり上げて下ろす、上げて下ろす、繰り返していきましょう。姿勢改善、姿勢を維持するのにもとても大切なのでしっかりやっていきましょう。背中を鍛えることで姿勢改善だけではなく血行も良くなり肩こりの解消にもつながっていきます。ぜひ背中のトレーニングをしっかりやって自分のなりたい体目指していきましょう。